はい、で本日はですね、ちょっとですね、運命の人というのを調べてみたいなと。で、まあ、僕の調べても、まあ、自分しょうがないんで、ちょっとうちのスタッフがちょっと好みを調べてみたいなということで、はい、よろしいですか。はい、はい、で今日はね、いろんな見えますかね、こう綺麗なお姉様を結構いろんなタイプ別ですよ本当にいろんなタイプの方をご用意しました、はい、見えますねこれね、はい、はい、アイドル系とかまあ、いろいろ本当にございますこれ、はい、で何するかって言いますと、お渡ししますこれね、はい、はい、で一応好き、まあ、嫌い、好き嫌い、花占いってありますけど、こういう感じで好き嫌い好き嫌いというか、花占いで花びらを切っていくやつ、あれをやっていただきたい。で残った方をが、まあ、その方のまあタイプだという、運命だという、まあそういうあれですね。でちょっとじゃ あ,、はい、あ、ま、一回こう見ちゃったんで好きなとこ入れてもらって、じゃあこの辺に戻します。はいはいはい、でじゃあお持ちいただいて、はい、好き嫌いとどんどんやっていきましょうか。はい、好き嫌い嫌い好き嫌い嫌い好き好き嫌い嫌い好き嫌い嫌い好き嫌い嫌い好き嫌い、はい、残りました。この方があなたの運命の人ですということです、はい、見ていいですか。ちょっとあれですか、ドキドキしますね。はい、はい、じゃあ見てみましょう。ドキドキ、はい、いやこれちょっとこっち方面はあんまり、あ、そう、あ、タイプじゃない、あ、そうね、あ、じゃあちょっとこれチェンジの権利がありましてもう一回だけチェンジできるんですね。はい、はい、じゃあちょっと好きなとこ入れてもらって。ですか、はい、はい、はいはい、じゃあちょっと軽くねこうやって混ぜておきます。こんな感じでどんどん混ぜておきますんで、はい、じゃあもう一回、はい、好き嫌いどんどんいきましょう。はい、好き嫌い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 好きと、はい、ちなみに、さっきの方はいますね、こちらに、はい、今度こそじゃあもしかしたら好みのタイプですね。はい、はい、どうぞ。え、なんかこれ、こちらの方が、君の好みかな。よかったね、おめでとう、全力で紹介します